大沢さんが 2B コンティニューになりました。怒涛だね。アチ大沢でマリアがエンドになって、可能も進んでるはずなので、あとこいつだけ緑川さんだけ全くまだ不明で見ましょうか。タクシーがヘブン出版の前に止まった。本当に10分ちょうどで到着した。ありがとう。緑川は千円札を置いてタクシーを降りた。お客さん、背中越しに君塚の声が聞こえ、ちらりと緑川は振り返った。車の窓から顔を出した君塚がこちらをビシッと指さしていた。いい男だわ。働くという字は人が動くと書くんです。あと少しで今日一日も終わりです。もうちょっとだけ頑張りましょう。君塚が照れて頭をかくと緑川は苦笑した。ほんのわずかだが心が和んだ。サンキュー。あんた本当に働く男の味方だよ。片手を上げて挨拶すると緑川は雑居ビルに入った。どうなってんだろう。美濃さん、編集部の扉を開くなり千秋が駆け寄ってきた。テレビでは爆発事故の報道が流れている。緑川はデスクに直進してノートパソコンを開く。パソコンが立ち上がる間を利用して状況を確認した。金融会社の連中は来てます。下の階で待たせてます。遠山さんが死んだって話は。ごめんなさい、話しちゃいました。アナちゃんはどうした。わかりません、あれから連絡なくて。緑川は小さなため息をつくとパソコンのキーボードを叩き始めた。なんとか6ページ分の原稿は仕上がりそうだ。この仕事だけは何としてもやり遂げなくてはならない。それが遠山への手向けになる。書き上げた原稿は DTP でレイアウトに流し込む。ようやく少しずつ雑誌記事らしくなってきた。編集部のドアが勢いよく開いた。あれ、いつまで待たせんだ。若い男が積まれた本を蹴り飛ばす。それが、お前は本当に乱暴ちゃんだな。その隣には中年男がいる。あなたが緑川さんですか。中年男が名刺を差し出した。どうも、原田金融の小津浅尾というものです。宝田金融、法律で定められた金利以上で貸し付ける、いわゆる闇金融会社。どんな手段を使ってでも取り立てることで有名。闇金でお悩みの方、何でもご相談ください。あなたの立場に立って親身にごっそりお貸ししますと名刺に吸ってある。ほんまや。ちょ、これ取っとこう。富山さんのことは本当にお悔やみ申し上げます。しかしですね、私どもといたしましてもしたものはきっちり返していただかないと。一つ一つの言葉は丁寧でも喋り方にはドスが効いている。噂の対象の来月号はちゃんと出す。それまで返済を待ってくれないか。緑川は遠山が話していた通りに小津に頼んでみた。ああ、私たちも鬼じゃない。雑誌を出してお金を作るなら1ヶ月くらい待っても構いません。本当ですか。千秋が弾んだ声を上げた。
ただし、それは遠山さんが生きてたらの話です。来月号を出したところで、遠山さんがいなければこの会社はもうおしまいだ。完済するのは無理でしょう。だったらどうする？祈り川は冷静な態度で聞く。そうだよね。だからどうすんのって感じだよね。結論から言わせてもらうぜ。耳の穴かっぽじって聞け。瀬川と呼ばれていた若い男は脅迫症で凄んだ。千秋が驚いて首をすくめると、小津が瀬川を手で制した。やめろって。お嬢ちゃんが怖がるだろ。小津は薄笑いを浮かべながら言った。私どもが知りたいのは、遠山さんの娘さんの居場所です。おう、そうだ。娘の居場所を知る。断りよ。花ちゃんまだ子供なのよ。支払い責任なんかないことぐらい。千秋は金切り声で食ってかかると、小塚凄みのある声で遮った。そんなことは分かってる。分かっていてお聞きしてるんですよ。法律など一切関係ない。金を絞り取る方法はいくらでもある。オツと瀬川の顔からは邪悪な企みが伺えた。それとも、緑川さんが肩代わりしますか？あなた随分有能なライターだそうですね。肩代わり。遠山がいくら借金をしているのかは知らないが、この男たちの様子を見る限り決して少ない額でないことはわかる。どうします？スクープを連発すれば死ぬまでには完済できると思いますが。緑川は言った。分かった、俺が肩代わりする。検討する時間をくれ。チャラにしてくれないか。まあ多分一番上なんだけど、ちょっと見たい。チャラにしてくれないか。チャラにしてくれないか。言った途端男たちが固まった。なんだって？中年男が尋ねた。緑川はもう一度言った。バッと行くかな。チャラにしてくれないか。よりかはきっぱりと言い放った。中年男のこめかみに浮かんだ青筋がピクピクと動いた。もう一度、行ってみるか。中年男が低い声を発した。みのりかは言った。チャラにしろ。チャラにしろ。いきなり頭突きをかまされ、緑川はデスクに突っ伏した。バカか、あんた。朦朧とする頭の中に中年男の声が響いた。意識がそこで途切れた。ミノさん。誰かが呼んでいる。ミノさん、起きて。千秋か。緑川はまぶたをこじ開けた。ん？なんだ？読んでください。千秋はプリントアウトした原稿を差し出している。どれくらい気を失っていたのだろう。1分1時間か。目覚めですか？あ、お目覚めですか。中年男の声がした。見ると宝田金融の2人はまだいて、悠然とソファーに腰掛けている。長い時間気を失っていたわけではないようだ。肩代わりする気になるまで待たせてもらいますよ。鼻頭がズキズキと痛み出した。街頭インタビューの原稿です。読んでください。千秋が繰り返した。来月号を出しても借金はどうにもならないですけど、
でも、せっかくかけたんだし。ノリカは黙ってうなずき、原稿を受け取った。確かに借金はどうにもならない。しかし、引き受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものだ。まず一回流し読みをする。記事の構成がいまいちだった。二回目は記事の細部をチェックしてよ。テーマと合っていない文章が目についた。ダメだ。書き直し。原稿を突っ返した。はい。千秋はうなだれて受け取った。静まり返った編集部にテレビのアナウンサーの声が響いた。現場です。渋谷で起きた爆発事故ですが。ぼんやりと緑川はテレビを眺めた。その脳裏に、遠山との思い出が浮かんでは消えた。あ？今にも壊れてしまいそうなドアを緑川は遠慮なく思い切り叩いた。その振動で遠山と書かれた表札が床に落ちた。とても新聞記者の家とは思えないほどのボロアパートだった。ほら、遠山、出てこい。めっちゃ叩くやん。土星に同じ階の住人が何事かと顔を出す。それでも気にしないで叫び続けた。静かにしろ、バカ。下着姿の遠山がドアを開けた。会社に辞表を出したらしいな。緑川は畳にあぐらをかくなり、聞いた。理由を教えろ。やめた理由か。遠山が気味悪く微笑んだ。耳を貸せ。え？緑川は露骨に嫌な顔をした。大声では言えない話だ。仕方がなく耳を遠山に近づけた。生暖かい息が顔にかかって気持ちが悪い。どうしても初めは話にいまいち集中できなかった。しかし次第に内容が確信に迫ると、まず息を飲んでしまった。というわけだ。遠山が話し終わると同時に、緑川は驚いて大声を上げた。出版社を設立する？大声を出すな、大声を。人差し指を唇に当てて、周囲を気にした。だって出版社だろ。取り次ぎ講座はどうしたんだよ。全国の書店に本を流通させるには、取り次ぎという本屋を通さなければならない。取り次ぎと取引をするためには、専用の取り次ぎ講座を持っている必要がある。何の実績もない会社じゃ取り次ぎは新規口座を開いてくれない。そんなことは百も承知だ。何の実績もない、ああこっちか。何の実績もない会社じゃ取り次ぎは新規口座を開いてくれない。そんなことは百も承知だ。なんか買った潰れた出版社の幽霊口座買ったんだよ。取り次ぎ口座の値段は数千万はすると言われている。遠山の退職金だけで賄える額ではないはずだ。間違いなくかなりの金額を借金して購入したのだろう。しかし今は出版不況でほとんどの本が売れない時代だ。出版社を立ち上げるのはあまりにリスキーな挑戦に思えた。ロイカ、会社の名前も決めてあるんだ。大山の顔が油ぎって輝いている。すごい、ヘブン出版だ。ヘブン天国ってことか。俺と一緒に仕事をした人間は天国に行ったような気分になれるという意味だ。あれだけ静かにしろと言っていたのに、いつの間にか遠山の方が大声になっていた。まあ挑戦するのは結構だが、奥さんは反対しなかったのか。緑川が聞くと、遠山は黙って冷蔵庫を開いた。
目指しとお茶、ビール。ちらりと冷蔵庫の中が見えた。缶ビールと酒のつまみなどが寂しそうに入っていた。要は、娘を連れて出て行ったよ。その一言だけで事の全体像はなんとなく伝わった。遠山は缶ビールを緑川に手渡した。暗い話はやめ。小山はそう言って勢いよくブルダブを起こした。申し訳なそうにちょろっと缶から泡が吹いた。乾杯だ、緑川。ヘブン出版の船出に。何もかも捨てて新しい何かを得ようとする。覚悟を決めて挑むのなら、他人が口出すことではない。それが敗色濃厚の戦であったとしても、おめでとう、富山さん。ミルカーもプルダブを起こした。同じようにちょろっと缶から泡が吹いた。乾杯。二人は缶ビールを軽くぶつけ合った。そんな思い出のある出版社なんですね。遠山がヘブン出版を立ち上げて1年が過ぎた。コンビニの袋をぶら下げて緑川が編集部に顔を出した。社長、儲かってるか。この顔を見ればわかるだ。秋のない顔をした遠山が返本の山に埋もれていた。返本、書店は本の仕入れを買い取りではなく預かりで行っているため、あ、行っている。そのため売れ残った本は返すことができる。ほほーん。どの本も売れなそうな分厚いノンフィクションだった。久しぶりの再会に笑顔はなかった。ノンフィクションは、出してもこの間だ。なんだよ。早速暗い話か。でもなるぜ。それなりに売れてるのがゴシップ雑誌だけなんだからな。袋から缶ビールを取り出すと、一本を遠山に手渡した。遠山の机の上にあった噂の大将の創刊号を手に取った。今やヘブン出版を支える唯一の稼ぎ頭だ。ノンフィクションを出版して出た赤字は噂の大将が埋めているらしい。本当はもっと高い志があったんだ。そう言うと悔しそうに返本されたノンフィクションの本を眺めた。それなのにゴシップ雑誌しか売れないとはな。やけくそ気味に遠山は缶ビールを煽った。パパ、お腹すいた。ウィに幼い声が聞こえた。あ、かわいい。振り向くと、遠方の山の隙間に少女がいた。娘の花だ。いろいろあってな。一緒に暮らすことになった。そうか。花のいるところで詳しい事情を聞くことはできなかった。おそらく前妻の都合で押し付けられたのだろう。ほら、挨拶しなさい。パパの仕事仲間だ。花は緑川に向かってにっこりと微笑んだ。こんばんは、花です。6歳です。これ食べる。緑川は酒のつまみとして買ってきたサキイカを差し出した。食べる。食べる。いや、難しいな。花はむさぼるようにサキイカを頬張った。大山は恥ずかしそうに頭をかいた。花ちゃんは、パパのこと好きかい？緑川は花の頭を撫でながら聞いた。好き。だってパパはすごいんだよ。社長さんなんだから。いや、かわいすぎんか。
可愛すぎんか。あんま食わせんな、塩分過多だぞ。何の迷いもなく即答すると遠山が小さくおえつを漏らした。俺はやる。遠山は花の笑顔を見ながら言った。高い志なんかよりもほら花の方が大事だ。噂の大将を売りまくって花にうまいものを食べさせてやる。パパこれおいしいよ。花がサキイカの袋を掲げた。けなげな姿に遠山の目が潤んだ。あんなもんじゃなくて今度は刺身を食べさせてやるからな。おい、そんなもんって。買ってきたのは俺だぞ。ノリカが軽く突っ込むと遠山と花がつられて笑った。仲のいい親子の姿を眺めているうちに緑川も温かい気持ちになってきた。いくら腕の立つジャーナリストといっても家に帰ればただの父親なのだ。父親である限り子供のことを大事に思うのは自然であり納得のいくものだった。酒のつまみでお腹をいっぱいにすると女は満足げな顔をしてソファーで寝てしまった。かわいすぎんか。ルリカマ、あら、理想なんかより花の幸せをとる。かわいい寝顔を見ながら遠山は静かにつぶやいた。その日を境にヘブン出版は噂の大将が中心のゴシップ系出版社に生まれ変わった。それがいいことだったのか悪いことだったのか、いずれにしてもプライドを捨てた遠山はさらに情けない姿に落ちぶれていった。目の前に原稿が差し出され、みのりかは我に返った。できました。緊張した様子の千秋から原稿を受け取った。ノリカはじっくりと読むと、千秋に原稿を突っ返した。どこを直したんだ？ダメなとこ教えてください。千秋はうなだれながらつぶやいた。どういう意味だ？時間もないことですし、ダメなとこだけ直して、それでなんとか。もじもじとはっきりしない口調で千秋が言う。お前いつもそんな風に原稿を直してるのか？あ、はい。だから上手くならないんだ。ダメって言われたから頭から全部書き直す。小手先で直すなんて100年早い。大声で怒鳴られて千秋はさらにうなだれた。その姿を見て緑川は小さなため息をついた。ということを俺も駆け出しの頃、遠山さんに言われたよ。一つの原稿を何十回も書き直しさせられたこともある。初めはいじめじゃないかって思った。でも、何度も書き直しているうちに気づいたんだ。一つの事件でも、いろんな書き方があることに。そうやって俺は、原稿を書く力を鍛えられた。そうだったんですか。千秋が顔を上げた。わかったら頑張れ。稿料ギリギリまで粘って、いいもの書いてみせろ。やります。私やります。ようやく千秋が笑顔を見せた。かわいいね。その息だ。すげえなんか指輪してんな。千秋に才能があったとしても、今のままでは目覚めることはないだろう。叩かれても逃げ出さないって、踏ん張る。そんな心の強さがなければ、ライターとしてやっていけない。
泣ける。いやー、これは泣ける。映画が決定。小津が拍手をしている。私ども、おしぶれた遠山さんしか知りませんでしたけど、実は厳しさの中に優しさを持った立派なお人だったんですね。みのりかわは机を叩いて立ち上がった。それ以上茶化したことを言うと、許さんぞ。だこれ、セガが凄みを聞かせた目で睨みつけてくる。こっちはもう待ちくらびれてんじゃ。セガ、お前は本当に気が短いの。オズが机の上に一枚の紙を置いた。とはいえ、さすがにそろそろ返事をもらえませんかね。これにハンコいただけたら、すぐに帰りますので。千秋が紙を覗き見した。これ、誓約書じゃないですか。おうよ、借金を肩代わりするときに書くもんじゃ。瀬川が得意げに声を荒げる。よりかは黙って誓約書を眺めていた。ハンコがなければサインで構いませんよ。おら、さっさと書かねえと遠山の娘一生追いますぞ。二人に急かされて、みのりかはペンを握った。ダメです、みのさん、冷静に考えてください。千秋が耳元で叫んだ。肩代わりなんかしたら、今度はみのさんが遠山さんみたいになっちゃうじゃないですか。ならない。なりますよ。俺を誰だと思っている。みのりかわだぞ。でっかいスクープ記事を連発して、借金を返してヘブン出版も立て直してみせる。どうしてそこまでして。千秋の涙声にみのりかわはぽつりと答えた。世話になった人の娘を見殺しにはできない。ああ！みのりかわが誓約書にサインをしようとしたとき、瀬川が奇声を上げた。視線の先をたどると、ドアのそばに花が立っていた。捕まえろ！オス！兄！オズと瀬川が花に襲いかかった。逃げろ！みのりかわが叫んだ。反射的に外に飛び出した花だったが、すぐに階段のところでオズに捕まっていた。さあ行こうか。階段を駆け下りながらオズが凶悪な顔に凶悪な笑みを浮かべる。やめろ、離せ。ミノリカーが慌てて掴みかかろうとすると、セガーの拳がミノリカーの顔面にめり込んだ。あ、やば。全身がバラバラになったような痛みを感じた。それでもなんとか体を動かそうとする。そんな子に手を出すな。わあ！てめえは黙ってろよ。固い何かが胸を直撃した。目の前が真っ暗になる。意識が次第に遠ざかっていく。最後に実り川は花の声を聞いたような気がした。ごめんなさい、みのりかわのおじちゃん。ごめんなさい。謝らないといけないのは俺の方なのに。言葉の意味を考えようにも、みのりかわは意識を失ってしまった。まあバットですよね。花が捕まる。突然やってきた花が借金取りに捕まってしまった。助けようとしたみのりかわも瀬川の飛び蹴りで昏倒してしまう。実は花、さっきまで警察署の前にいた。爆発で死んだのが自分の父親だと知って警察に言うべきか迷ったのだ。そんな花をヘブン出版へ送ってくれた人物がいる。
その誰かが花をヘブン出版に連れてこないようにすれば。カノーくんじゃん。やっぱりお前がバッドエンド製造機なんだよマジで。